大家好，欢迎来到汉语教室，我是小白老师。こんにちは。初めての中国語講座へようこそ。私は小白先生です。よろしくお願いします。前回の授業でピンの正語について勉強しました。ここまではピンの勉強はもう終わりました。今日は少し復習して読み方について勉強しましょう。最初は日本人ですね。皆さん呼び方覚えていますか？マキさん。日本人。素晴らしいです。合っています。R の発音ですね。日本人。それではもう一回読みましょう。日本人。日本人。はい、ありがとうございます。私は日本人ですの言い方、覚えていますか？我是日本人。はい、よくできました。我是日本人。我是日本人。私は日本人です。の意味です。この文の中に SH の発音と R の発音が連続してて、発音するのがすごく難しいですが、皆さんをゆっくりで始めても大丈夫です。はい。昨日は前回の授業で家族の呼び方についても少し勉強しましたが、パオさん、覚えていますか？バーバ。はい、そうです。バーバ。バーバ。もともと2つの漢字とも4声ですが、連続する場合は2番目の4声が形声になります。形成になります。これは形成化と言います。形成化、中国語では心身ここ気をつけてください。皆さん、日本語の漢字ではここが取らないんですけど、中国語の漢字では取れます。取ります。新生化。新生化です。爸爸。同じように、お母さんの言い方。覚えていますか？ママ。はい、そうです。ママ。ママ。これは1声ですね。これは4声です。おばあさんは、おばあちゃん。ないね。はい、そうです。ないね。ないね。これは3声の場合ですね。今日は新しい呼び方も勉強します。偽の場合はおじいちゃんがあります。いえいえ、いえいえ。爸爸，爸爸，爸爸，妈妈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 ，奶奶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 ，爷爷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 ，是。
これは形成化です。と形成以外に第三声の代わりもあります。変化もあります。なぜかというと三声の形、音声の形、皆さん覚えてますか？こうですよね。で、2回、その1声、2声、4声でしたら1回で終わるんですけど、三声の場合はこう、こうで他の音声より長く聞こえますよね。それで、早く話すために三声が時々変わります。変わります。例えばですね、2つの三声が連続する場合、1つ目の三声が2声になります。2声になります。そうです、そうです。もともとはこの発音ですけど、実際に発音するときに1つ目の「ごん」の発音が2声になります。「ごんだお」「ごんだお」「ごんだお」「はい」「ごんだお」です。はい、大丈夫ですか？はい、これは3声が2声になる場合ですね。次はもう一つ、三声が半三声になります。半三声、これも、厳密的に言えば半三声ですけど、半分しか発音してないので、これも半三声になります。というのが、後ろが三声が来なくても半分しか発音する場合があります。例えば先生、先生、覚えてますか？小学先生の言い方、小白老师、老师。老师。ここは二声にならないんですけど、後ろは二声が来てますので、でも効率的に話せるために半分しか話せない。この半分ですね。でもこの半分といっても四声になるんですか？そうではなくて、ラオラオの半分発音して、つまりラになります。ラシュラシュ、大丈夫ですか？はい。はい、これは半三声ですね。半三声です。後ろが2声が来る場合です。次、2声が来る場合ですね。アメリカ、アメリカ、メイの
国国国美国美国これも三世後ろは二世が来て三世の場合が半三世になります美国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 はいそうですこの漢字だけでは美しいの意味です美しい美美美美はいそうですね中国語の漢字ではアメリカを美しい国というふうに書いてるんですけど日本語の中では米国と書いてますかねなぜか米の国になってますでしょうか牧野さんはご存知ですか音が、うん、あ、違う、うん、米国米国わかりません私も知らないです私も知らないですそれただ漢字見たらあ面白いなと思って、うん、なぜ日本人がアメリカを米の国と言うんでしょうか、うん、そうですね私あげますはい次は三世はこれですね三世の場合は二世になりますもう一つは四世の場合ですまあ、大きく言えば2つの意味があります1つの意味は綺麗あの人は綺麗という場合は他很好看他很好看もう1つは、この映画は例えばあ今日映画館に行ってきました映画どうでしたかいい映画でしたという場合は好看好看这个电影很好看と言いますこれも、4世が後ろに来ていて3世が半三世になります好看、はい最後形勢が来る場合ですねちょっと最初からややこしいはずなんですけどというのはこの漢字もともと三世です三世ですただ何々の後ろについてくる場合は形勢になるのが多いのでバッツバッツあるいは椅子同じ漢字です三世の後ろに形勢が来る場合、三世も半三世になります。バッツ、バッツ。はい。これは、もっと意味です。ノート。ノート。はい。それは、イズ。イズ。日本語の漢字と同じですか？一緒です。イーズはい、これも半三世です大丈夫ですかはい、はい他の、音声が変わる場合もありますけどすごくややこしいのでこう、次回の授業で勉強しますはい、はい、それではもう一回読みましょう、はい我是日本人。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 爸爸。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 妈妈。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 奶奶。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 爷爷。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 广岛。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 老师，老师，老师，老师。美
国美国美国美国好看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 本子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 椅子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 はい脇さんの出身はどこですか出身はい广岛广岛ですねじゃあ私は広島の人ですは何と言いますか我是广岛人はいそうですよくできました我是广岛人我是广岛人あるいはもう一つの言い方があります自己紹介の時によく使います。私はどこどこから来ました。どこどこから来ましたの単語は、来自。来自。来は来る。自はどこどこから。来自来自はい中国の語順は S V O 主語述語目的語日本語とこの辺がちょっと変わってますのでじゃあ私は広島から来ましたは何と言いますか我来自广岛ま来ましたと言っても過去になりますね、うん、でも中国語の中で何と言いますね我来自广岛の場合は過去になりません、うん、過去になりません、うん、これはあの英語と同じ感じですね I come from come from とか過去といえばですね日本語の中で過去になるときに動詞の形が変わりますね、うん、そうですね来る来ました、うん、食べる食べました変わりますねでも中国語は動詞自体が変わりません、うん、なぜかというと漢字ですか、うんうん、漢字ですかこの中に何かつけることで過去になるのができませんのでだからすごく簡単になります。過去の場合は、るをつけるだけです。るをつけるだけです。はい、でこれはまた後で説明します。続いては、中国語の名詞、動詞とかを含めて変詞について紹介します。世界中の言語と同じように中国語の中にも名詞や動詞などがあります。ここだけ変わります。ここだけ変わります。日本語の場合はこうですけど、中国語の場合はこうになります。大丈夫ですか？名詞、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 名詞。はい、皆さん気をつけてください。2つの2声が連続する場合。音声が変わりません変わりません3声と混ぜないようにしてくださいはい、この名詞ですね次、動詞もあります動詞ここが変わりますこことここ日本語はこうですけど中国語ではこうになります動詞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 はい、あと代詞
ですか。代名詞。代、うん、あ、代名詞ですか。主語では代つ。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 この中にもいろいろあります。うん、名称、代名詞の場合は、人、はい、人、称、伊勢、伊勢です。人称、人称、代詞、はい、私、彼、彼女、彼たちみたいな名称代名詞です。次は指示、指示ですね。指示代詞、指示代詞、指示代詞。はい、もう一回脇さんこれ読んでください。指示。はい、そうです。半三声。指示代詞、指示代詞。あれ、これ、それみたいな、あちこちですね。中国語の中にもあります。最後のは疑問代名詞みたいな感じの、疑問代詞。日本語ではこう書きますけど、中国語ではすごく簡単なので、ドアの形を描く書きます。門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 の中に口を入れば、口で、聞いたりするので、ウェンになります。ウェン。疑問。疑問代詞。疑問代詞。疑問代詞。はい、まずはこの3種類ですね。具体的は次の授業で説明します。